社名にあるスターチは英語ででんぷん。私どもが手掛けている米でんぷんや米粉は、菓子、パン、麺類、冷凍食品などの原料素材として加工食品メーカー、外食関係業者に採用してもらっています。お客様のところに行って、その都度やっぱり情報を発信していかなきゃいけないというのが、営業としては役割があります。新しい情報、新しいニーズとか、流行とか、業界のこともそうなんですけども、そういったものをいち早く、察知して、それをこう自分たちから発信していくっていうのが一つ大切なことかなと思います。生産現場ではその問題に対して毎回違う原因であるんですけども、その原因を自分で考えて、でその自分で考えたことがその解決につながったっていう点が非常にやりがいがありました。この米どころ新潟の地でですね、お米から抽出するでんぷんを生産しております。広く食品とかその他の用途に利用されるような、そういった意味でも新潟県にも貢献できるし、あのお客様にも貢献できるような、そういう会社になりたいというふうに考えております。